イブラヒマトラオレは、フランスセーヌサンド2県、ビルパント出身のサッカー選手。ドイツ分で3が一部ボルシア・ベンヒエングラートバッハ、所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、ウィング、ギニア代表。ウィングとして、また攻撃的ミッドフィールダーとしてもプレーする。ビルパントで生まれ、パリの南東に位置する、シャライコールルイコールポン近くの CAP シャラントーンで、 サッカーを始める。後に、パリの北東に位置するルバロワペレにあるルバロワ SC に移籍し、フランスアマチュア選手権に二属していた、トップチームで数試合、出場している。読書家であり、当初はサッカー選手よりも作家になることを望んでいた。2006から07シーズン、ドイツ分で3が一部のヘルタ・ベルリンエ移籍。当初はアマチュア契約で入団。 レギオナルリーガで15試合に出場し2ゴールを決める。2007から08シーズン、トップチームに昇格し、プロ選手としてのキャリアをスタートさせる。2007年12月9日1、FC、ニュルンベルク戦の後半73分、サッカーブンデスリーガのデビューを果たす。2009年7月、FC アウクスブルクへ5万ユーロの医薬金で移籍。 2009年7月から2シーズンにわたり寄せる深い監督の下で公式戦54試合に出場8得点18アシストを記録した2011から12シーズン2014年6月30日までの契約でドイツ分で3が一部に属する VFB シュトゥットガルトへ移籍したシュトゥットガルトでは公式戦99試合に出場 8得点22アシストを記録した。2014年7月、2021年6月30日までの契約で、ドイツ分で3が一部に属するボルシア、メンヒエングラートバフハイ遺跡。同クラブでは、国内リーグやカップ戦のみならず UEFA、チャンピオンズリーグや UEFA ヨーロッパリーグを含む、公式戦132試合に出場し、11得点18。 アシストを記録した。2010年8月、ギニア代表に選出。同年8月11日のマリで代表デビューをした。2011年10月8日、アフリカネーションズカップ2012予選のナイジェリア戦で代表初得点を記録し、その試合で2012年開催の本大会出場を決めた。本戦のグループリーグデイの試合べてでプレーし、 2012年1月28日のボツワナ戦でスコア3-1から4点目のゴールを決めた。ありがとうございます。